お疲れ様です。今回の動画ですけど、オレンジボールさんのね、新しい機体スペクター 700V1、こちらの方の機体なんですが、モーターの方がアラインの 850MX490KV で、問題の方がね、アンプが、こちらもアラインの、HV130A です。130A と言ったらね、結構少ないように感じますけど、フライトね、見ていただくと十分すぎるほど、賄ってます。皆さんね、無理やりピッチ入れないと、こんな感じで飛ぶっていう映像になってますんで、ご覧ください。こんなに吹っ飛んでるんですよね、130A で。全然余裕だね。余裕だね。よいしょ。ファンも静かになったし、ファンはフィンに当たってただけってね。そんなことがあるのかっていう、出っ張ってるっちゅうことだよね。確かに付属してたファンじゃなかったんだよ。あ、違うの。でも同じ130アンペアについてたやつを、こっちのやつをこっちにつけただけなのに当たってたんだよな。謎だ。謎だよ。不思議。どうした？俺の華麗なホバリングは。よかったですね。あ、そうですか。はい、動画閲覧ありがとうございました。ご覧の通りね、130アンペアの、アンプでも、十二分に飛ばせる。これ、
電動機ばっかやってる人はどうしてもね、ピッチをフルピッチに長い時間入れてしまうんですけど、エンジン機の経験がある人はね、これがうまく、ピッチ抜きというのをね、やるので、無駄な電力、消費電力、消費電流をね、少なくすることができるという一例だと思います。とりあえずもうピッチ操作、きっちりエンジン機をぜひともやることをお勧めします。それではこの動画もしよろしければグッドマークよろしくお願いします。それでは失礼します。